この画像を、あ、ちょっと待って、ノエちゃんの顔にドンってやっちゃった。ただでさえ、ポーチの髪の毛がね、つまりこ、つまりこ、スライムのところにさ、葉っぱが左右にあるピコじゃん。うん、これがね、数数えたら、なんと、12。いや、まだだよ、ノエちゃん、ノエちゃん、待って。なるほど。ノエちゃん、待って、まだ、まだあるから。しかも、まだある。今日の、生放送の時間何時でしたか？お昼の12。のえちゃん、これは来るのではと。いや、やってんね、これやってんね、やってるけど、しかもさ、なんかね、25周年の時は2時だったんだって。で、30周年の時はなんか9時、まあちょっとこの時間帯はまあシリーズに関係ないのかもしれないけど、でも今回12時にするっていうことはそれなりのね。そうだよね、理由があるよね。理由があるんじゃないのって。普通にさ、お昼休みだから見やすい時間っていう安直な考えだったよ、それ。バカてれもっと考える。しかもね、まだあるの。ほら、あ、ペコちゃんの好きな、知ってるでしょ、あんた、いいなよ。あ、ペコラッチョが好き。え、誰？え、ロージーちゃん？違うよ、あんたでしょ、あんたでしょ、ロージーちゃんは。さっきもさ、裏で話しながらさ、うん、なんか、うん、神のことをなんか言ってたらしいペコですってな。そんなこと、そんなことない。まあ、そうだね、ペコラッチョ神好きだけど、神がどうしたんだい？なんか、神とマヤちゃんのなんか、うん、モンスターズも来るんじゃないのかなとも言われてるらしいペコですよ。マジっすか。でもあれじゃない、ほら、ノエちゃんショタ好きだからさ、あんたそれずっと言ってるよね。あんた団長ね、ちょっとカミュがね、ちょっとなんかもうちょっとかっこよすぎるのもあるし、なんかちょっとイケスかんなって思ってたところ。イケスかんなってどういうことべかだよ。いや、なんかペコラッチョがショタなら好きになるんではないかって言って、え、それ気になるな。でもえ、そうでしょ、絶対あんたさ、もしこれで、うん、もうショタのカミュ来たらもうヒーってなっちゃうかもしれないからね。マジで、あ、ちょっと危ないな、ちょっと今メス団長だしな、メス団長、大丈夫、ちょっと捕まらない、ちょっと大丈夫すぎて、大丈夫かな、なんとかなるっしょ、なんとか。ゲームだからね、ゲームだから。そういうことよ。